引きずられてんじゃもしかして。いってーおいやば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 い,やばい本当にやばいやつだ、これ。最終電車来たの、これ。右右右右危ねー今のミスった、左だったらさ、登れなくて。いや、今の選択肢は怖いな。重い選択肢だね、今。 48の選択肢とは違うわ。重い <laughs> これ助かったでしょ今ので、ね、ダメだったってことはないでしょえ、どうなったのお助かってくれ。えこれってあれかな最後のなんか、終電というか、あのー、駅舎的なとこに行く、あれかな ミカ、ミカ返事して、ミカ。でも気づくだろう、さすがに運転者乗ってるわけだから。生きてますよ。なんとかね。あ、よかった。千さちゃん、だから言ったのにって若干内進行笑ってそうだ、心の中で。岸さんすぐ上がって、ホームの端に階段があるから。千さと、私じゃない。ゆかりちゃん、私じゃないよ。ははははは。 いやいや別に疑ってないよ。それどういうことそれってどういうこともしかしてさっきの女の人に関係あるゆかりちゃん、自分が死んだっていうことを受け入れるのは誰でも大変なことなの。さっきの人はまだそれをためらってて。彼女には忘れられないくらいひどいことがあったから。なになになんでそんなことわかんのでも、やっと決心がつきかけてここで何かを待ってた。何かって そこまではわかんないけど。でも、あたしたちはそんな人の前に出ちゃいけなかったの。いや、そこまではわかんないけど、なんでそこまでわかるのむしろ。せっかく受け入れられそうだのに、ほら、決心が揺らいじゃうでしょごめん。ゆかりちゃんのせいじゃないよ。それよりあたし、きしさんが心配。迎えに行こう。お、出た。全速力。<laughs> ああ、大丈夫きしさん平気 今更何作ってんの伊豆島先輩、私のことそんな殺したいもの嫌い疑われてる。いや、違う違う。ち里とは何もしてないよ。あんたが調子に乗って転んだの。何言ってんすかだって先輩見たでしょ私突き落とされたんですよ。ああいう形でしか復讐できないなんて超暗いよ。<laughs> 超暗いとかいう話じゃないだろう。違うって言ってるでしょ千里はあんたのこと心配してきたんだから。 本当に嫌いだったらあんたなんて捨てて帰っちゃうよ。聞こえない。だっていつもいい加減なことばっか言って、こんな人ともう一緒になんかいらん、いらんないよ。帰ってくださいよ。ちょっとあんた何様のつもりじゃと、帰ろう。こんなバカに付き合う必要ないよ。えでも、帰るの好きにすればあらー。じゃと、何してんの帰るよ。大丈夫か 暗くなるのやめろよ。こいっちゃった。ばっか見て。とっとか、とっとと帰ろうっと。勝手に動いてるけど。えー OL 出てこないだろうなおあっ電話向こうのホームに電話なんてあった向こうがあれ鳴ってんのか。えあこっちでも 出ましょうか。いや、こけつに入らずんばでしょ、これは。もしもし。<laughs> <laughs> あ、いいかも。<laughs> 気持ちいいことしてるのかな <laughs>、うんどの辺がいいのかな <laughs> あ、ずっと待ってたんだよ、もう。これ OL にかけてんのかもうさ、取ってくれないかと思ってたよ。で嘘そんな女い、そんな女いねえよ、バーカこれ絶対重要な電話でしょ、これ。これがさっきの OL と関係するんだろうね。 なんか女の子の霊ってやつもどうなんだろうね今後出てくるのかな何こいつムカつくポ <noise> ケベルか次は当然先輩からだよねこんなとこんなとこに無責任に置いて帰りゃ両親もか弱するって絶対違うだろこれ <noise> ん誰だっけこれなんかロートの目薬みたい かけてみよう。やばいかなえー、いや気になるからかけたい、ここは。たとえゲームオーバーになっても見たいわ。遊びの連絡だといいんだけどな。ポケベルの仕組みとかみんなわからんよな。俺も持ってたことないかわかんないけど。なんか電話番号だけ、この外にいても表示されて、まあ、それで連絡してください、みたいなそういう印というかね。 あの文字とかが8文字ぐらい打てるみたいなえあ向こうに電話かかってんだじゃあ向こうの公衆電話からポケベルに連絡があったみたいなこと待ち合わせ場所に間に合わなくてごめんでもさあの時は本当に突然だったんだよまたあんた懲りないね君もこういう嫌がらせ人として最低だようん えんだよあちょっと待って。こいつなんで私のベル番号知ってんのあんた誰ちょっとあんた誰よこ怖っ。答えてよ、俺が散らばってるって。 また踏切が鳴ってるよこの人もなんか事故で死んじゃったのかいやーなんかだんだん怖くなってきたね彼氏が踏切電車の事故で死んで OL も後を追ったみたいな話なのかな ろ <laughs> ドライヤーな <laughs> もう震える、もう。もう、ええー、ま、取ろう。ここはもう完全に一貫して取っていこう。もしもし。お前誰なんだよ。え<ー>会いたいんだすぐに私じゃないよ。 待っててくれれよ大丈夫今度は遅れないから <laughs> お前バラバラで来るんちゃうのやめろよえバラバラフェスティバルで来るんじゃないああもうもういいもういいってさすがのミカちゃんもちょっと怖くなっちゃったんじゃないあ動けるえいうーん 帰っていいのかな元のホーム私確かにあっちのホームに降りたはずだよねそうだよねなんでちょもう一回もう一回えおかしい元のホームやばいなちょっとなんか心臓の動機が若干赤っぽいぞこれは一応こっちに行くしかないのか電話か なんで私ばっかり。返してよ。ちょー、ゆかりちゃんとちさとちゃんちょっと帰ってきてあげて。さすがにミカちゃんこれも辛いよ。お最近のミカつけ上がりすぎ。ちさとも優しいだけじゃダメだよ。言うときはちゃんと言わないと。お。ちさと聞いてるどうしたのゆかりちゃん、戻ろう。え、きじさんのことが気になるの。 なんだか、すごく。戻りましょうか。そんなにまずいの話してる時間が惜しいよ <laughs>。多分千里ちゃんの髪の毛ピーンって立ってんだろうね。父さん、容器が。お、全速力。どうなるんだ、これ。でも、こ、この半身の真相はしっかり知りたい。いないじゃん。もう駅に帰ったのかなもうここにいないなんて。 何言ってんのシャト。ゆかちゃん早くちょ、ちょっと待ってよ。向こう側のホームにいるんだよ、きっと。ここ渡って。お、出たっぽい。倒れてんじゃないああいたいたキシ井さん先輩。大丈夫電話、電話が。大丈夫、もう大丈夫だよ。もう行っちゃったから。 あ,あ、あたし、よかったなんともないう、うん。ミカ、チャトにちゃんと謝って。もしチャトが戻るって言わなかったら、今頃あんたどうなってたと思うだって、ミカユカイちゃんいいよ。キティさん無事だったんだし。それでいいじゃない、ね。チャト、あんた甘いよ。謝るのはあたしたちの方だよ。危ないの分かってて、置いて帰ったりして。ごめんね。 キシさんも人格者だな、さとちゃんは。ゆかいちゃんも謝って。無責任だったことは認めるよね。なんで私が。ゆかいちゃん <laughs> <laughs> 委員長偉いな。わかった。わかりました。その代わりチかも、えー、ミもチカに謝って。これでその件はチャラ。それでいいよね。みかちゃんちょっとここはもう謝っときなよ。 ミカ、置いて帰ったりしてごめん。私も大人げなかったね。二度とこんなことしないよ。ごめんね。偉いミカちゃん大丈夫ご、ごめんなさい。ほほほほミカちゃんが今、大人の階段登ったよ。君はまたシンデレラさ。うん。ちょっとこれ待ってチューしてないははははは。<laughs> 若干チューしてるように見えるんだけど。先輩、市島先輩、ごめんなさい。助けに来てくれてありがとう。あたし。いいよ。もう。 ま、怖かったわな、あれは。ゆかりちゃん、どうするもうこのホームも安心みたいだけど。えぇ、ー、まじかこれから行くまだ、まだまだ、今夜は眠れないな。さあ、三カ次第なんじゃないいつしま先輩、いてくれるよね。おおいつしま先輩に若干頼り出した。じゃあ問題ないよね。懲りないね、あんたも。タフと言ってください。 すごいな。あんな怖い目にあったばっかなのにね。タフネスミカやね。もう俺もう、もうすごい勢いで走って逃げてるわ。向こうのホームかなこっちのホームはもうなんもないっぽいってこと言ってたから。こっちのホームに何かあんのかね。んこっちのホーム。 右がいて村山台やっぱ村山ああー <laughs> 今夜も寒いねお嬢ちゃんたちおじさんすっかり酔いしめちゃったよ写真撮ってみかなんだあいつ <laughs> <laughs> えーリンってやってるみたいな <laughs> 酔っ払いがケーキの土産持ってるみたいなのあ 今のなんだよ。今のが噂の。高速移動親父ですよ。<laughs> そんな噂あるの四十八にありそうな噂だなすいません、今作りました。ホッピングババアと肩を並べるやつやろな、こいつは。お、自販機。あ、子供の霊だ男の子なのか写真撮って <laughs> 写真好きやな でも写真はね、撮れば後で見れるようになるからね。ゆ<おお> <laughs> かちゃん、今の子追いかけて <laughs>。追いかけてだって消えちゃったじゃない。この辺にいるはずだから。この辺って言ったって、本人じゃなくていい。あの子がここにいる理由がわかるものなら何でもいいから。多分このホームのどこかに。えあの子ジュース買おうとしてたよね。100円落として、 なんかさ、ジュース買おうとして、小銭が転がっちゃって、それを拾おうとして、死んじゃったみたいなさ、そういうなんか事故だって、で、どっかにお金が落ちてるみたいな。違うかなどっかに小銭ないおこのし、手前側に行くやつは何なんだろうなえ、これ手前側のやつは いけないね。え、なんだろう自販機のところでなんか調べられたりするのかなシサト様、どこですかやっぱここになんかあるんじゃないそっちはもういいから、行こう。<laughs> すんません <laughs>。いや、全然違ったっぽいわ。えあこれだ えぇ <laughs> 俺15分ぐらい探してよ今。里これ、あの子のための花だよ。嬉しかったみたい。すごく。生まれて初めて自分で買っていいよって言われて。でもあの子、お金、線路に落としちゃって。もしかして、線路に降りて引かれたうん。やっぱそういう話か。それはかわいそうだな。ジュースお供えしてあげたいとかできないのかな。お、勝手に動いてる。 どうしたのジュース買いたいんだけど、喉乾いたあたしじゃなくて、あの子に。いいね、それ。いいねいただけるよ。<laughs> ツイッターハートに変わったからね、ファボが。ハートマークに。なんかハートマークってむしろ押しにくくなったよね、若干。ねジュース、どれが、どれがいいいちご牛乳とかあの男の子、どれが好きだろうな そんなの、この自動販売機ないじゃないですか。梅ですよ。絶対梅です。えー、コカ・コーラっぽいけどな、この、この自販的には。えいやー、こん中だとやっぱ、レモンスカッシュかなーコーラっぽいし。やっぱちょっとなんか炭酸で大人の味的な。炭酸って小さい子にきつくね。あー、やべえ考えてなかったか。 こういうのって暑い時無性に飲みたくなんない <laughs>。この子が死んだのが冬、夏とは限らないんだよな。梅ジュースの方がいいと思うんだけどな。梅ジュースはないです。カフェオレってどうなんだろう。俺は基本的になんかカフェオレとかコーヒー牛乳系を飲むけどね。眠いと、普通の、普通のコーヒー。眠くなるにつれちょっとブラック気味になっていくみたいな。まあ、ブラックは飲まないけど。ここだっけ さっきもなんかよくわかんなかったの。こんな見えないじゃん。なんかあるか表示。あ。昔のなんか長細い缶だね。これでいいのわかんない。けど、少しでも慰められたらね。なんでもいいのかな梅、梅ジュース以外はなんでもさそう。てか、梅ジュースってなんだよ。本当に、この駅にはいろんな人が集まってくるみたい。何かあるのかもしれないね。何かって わかんない。けど、なんだか、ここじゃないとダメなんだって、そんな気がする。ここじゃないとねえー。この後どうすんの向こう側行ってみるまだと、まだ解決してない的なのは OL と男の、男の人かなさっきより暗くない霧が出てきたせいじゃないですかこっちで当てるっぽいな。なんだか変な感じがするんだけど。千里先生、なんかおかしいですかここ。 なになにどこら辺がどこら辺って言われるとすごく困るんだけど。シャト先生、なんかおかしいっすかシャト、どうしたのゆかりちゃん、やっぱりおかしいよ、ここ。<laughs> だいぶ前からおかしいだろ、いろいろ。今更じゃないえー、やっぱわかんないよ。ねえ、ゆかりちゃん。この駅、3番線ホームまでしかなかったよね。はあそうですよ。ホーム2本で3番線まで。じゃあ、 この先は何なのえちょ、シャレになんないよ。え、どういうこと男の子が今の。レモンスカッシュの。何奥側ができてるってこと今の。自動販売機のところにいた子。大丈夫だったんじゃなかったのわかんないよ。あの子が欲しかったもの、ジュースじゃなかったのかな <laughs> 梅ジュースだったのか 乗りかかった船。これは徹底的に調べなきゃ。タフネスミカやなあの子のためにもね。いや、しばらますか。うん、中途半端良くないか。危ないと思ったらすぐに帰れば。ね、それなら大丈夫でしょ先輩行こうあ増えてる確かにこれ三つ目だ。四って書いてある。ホグワーツに繋がりそう。なんかちょっとおかしい。うわぁ、なんかおかしいよ。あの子いないよ。 なんだか、空気が重い。空気が重いというか、視力も落ちた感あるわ。あ夕闇が丘行き。そんな駅聞いたことある知らない。夕闇が丘。全然人気のない街なんだろうな、きっと。住みたくない街ナンバーワンだろうな、夕闇が丘。振り返ろう。 こんな時間に何をしてるんだ終電が入ってくるから気をつけてよ。<laughs> お前も例だろ、絶対。終電が入ってくるからとかじゃねえよ。ここ何番線なんだよ。わ <laughs> 終電だってそんなのもうとっくに。夜行なんじゃないでもそういうの終電って言うなんか怪しいよね。駅員あっちに来ましたよ。あたしちょっと聞いてきます。ちょ、一人で動くなよ。あたしらも行くよ。 出た、全速力。<laughs> 走る、走る、私たち。あのミカ、写真 <laughs> もう、<laughs> 失礼にも報道があるわ。びっくりするじゃないか。写真はちゃんと断ってから撮ってくれ。断られても嫌だけどなあ、すいません。消えないってことは、例じゃないってこと 例だろどう考えても。って言ったって、誰もいないじゃん。めっちゃ緑だな。今何時なんだろう終電行った後ってことはもう12時以降ってことこんな電車見たことないよこれすごく古いよね。 特別列車なのかな一枚撮っておくか <laughs>。写真好きやないや、今、駅に撮っただろ。ミカ、あんた乗ってみたいなって思ってるでしょ。あ、わかります夕闇が丘なんて聞いたことない場所だし。なんかちょっと、しゃれてるじゃないですか、名前が <laughs>。いや、絶対これのあれだよ。あの、いや、家賃とか安い、あんま良くない場所だよ。ダメ、乗らないで。 この電車何か変だよ。いや、今更だろ、もうなんか変っていうか変じゃないこと以外が起こってないもん変。変どこがね先輩。そんなの感じる乗っても平気だよねいや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 、これ、これはやめたほうがいいよ。あ、誰のがね。やめな。絶対やめな。乗ったほうがよかったかな。えー乗ったらバッドエンドとかあるかな。 結果乗れないいや、乗、乗るのが正解でもこんなところでバッテンになったら結構時間かかっちゃうよまた戻んの。君たち、さては、鉄道マニアだね。なかなかいい素質をしてるようだね。実を言うと、私も鉄道が好きよ、工事なんだけど。<laughs> うるせえな。てっちゃんうるせえな。<laughs> 成仏した。めちゃめちゃなんか、 なんか女子高生とかになんかうんちく言えてちょっと満足して成仏したのかなあれここ。えあっ電車的な3万ホームの場所がここ側ってこと。墓地墓だなんかありそう。えー、怖ー。 雰囲気いいなぁ、やっぱこのゲームは。これどういうことなんだろう。先輩先輩この間の写真できましたよ。だいぶ撮ったから、ちょっと一枚一枚ちょっと、ね。一枚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 ちゃんと見ていこうよ。これはちゃんと議論すべき。いや、私もまだ見てないんですけどね。6枚ぐらい撮らなかった もあたし,かして私突き飛ばしたのこいつああなんか目のやつか確かに目みたいなの映ってんなうんでも恨まないであげてね彼女だけが悪いんじゃないからあこれが OL さんかそうそうあんたがちょっかい出さなきゃ問題なかったんだからほうほうああなんか高速おじさんみたいなねえこいつ結局あたしに聞かないでよ寒い日に亡くなったんだろうね ちょっとなんで寒い日に亡くなったのあの子満足してくれたかなああ、男の子ね。大丈夫ですよ。女子高生が三人で接待して文句言うなんて50年早いもん。<laughs> それに、あたしら無事にここにいるでしょああ、確かに。あおー墓地になってる。これ。ちょっと待って、これ。 えー、もう一日行くのかなまた、今日も。ウォークマン、左上のほう、お、おそこには、電車に乗り込んでいく、無数の白い人影が映っていました。あの時、ホームには、確かに、私たちとイキンさんのほか、誰もいなかったはずなのに。あの電車は、一体誰を、どこへ運んでいくものだったのでしょう。あ なんか霊界というか、死んだ人を連れて行く電車なのかなそして、あの夜、ホームが消えた後、私たちが立っていた小さな墓地。この東京という文明の広がりの中で、まるで小さく身を縮めるようにして眠っていた人たちも、あの最終電列車に乗って行ってしまったのでしょうか。怖いね。 駅は無数の人々が通り過ぎていくところ生きている人も死んでしまった人もこの駅に縛られていた悲しい人々ジュースを持った男の子も悲しくて辛くてさまよい続けた女の人もみんなあの列車を待っていたのだと思いますあのあの電話のあのがなんか男の人は何だったんだろうね彼らがたどり着く終着駅そこは静かで安らかな場所なのでしょう うわすげえなんかよりも奇妙な、ね、物語終わった後のタモリみたいストリーテラーじゃん終わりか終わりっぽいねこれこれは真相分かったのか微妙なとこだなダメだったら芸能人なんだよな大吉大吉でも死ぬもんね大抵でも中吉とか見たことないんだよねでどうやらあるっぽいんだよ中吉とか小吉も中吉以上なら一応先に進めますよね おお、大吉だったんじゃない今。あーよかった第3の噂。最終電車。これはクリアですね。1、2、3。第4の噂日な城高校の七不思議。うわこれなんか第0の始まりの噂の時の初めになんかいろいろ言ってたよね。人体模型がなんちゃらみたいな。学校か。じゃあ7個、また不思議があるんだろうな。 これが花子さんの話に繋がってくるのかもしれないですね。とりあえずね、ディスク2枚あって、ディスク1はこの第4章で、どうやら終わるっぽいので、とりあえず一旦の集結を4章終われば見せそうですね。はい。ということで、えー、皆様ご視聴ありがとうございました。いや、なんか結構好きな話だな、これ。 うん。今んとこどれが好きかな心霊写真量産公演も結構好きなんだけどね。うん。これか、最終電車もなんか雰囲気あって好きでしたね。ということで、次回も大吉狙って第4の噂、えー、紐解いていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。